ジュラシックワールド、新たなる支配者を見たよ。正直言って、期待外れだった。まあこれはね、あの初代がね、殿堂入りで、その次に一番好きなのがロストワールドというね、あの、完成の持ち主からちょっと言わせてもらうけどね。まずね、導入が、長えよマジで。人食われるまで1時間ぐらいかかったんじゃないのかな。マジで。応援側と、なんだろうね。アラン側の、なんかさ、まが、それぞれね、導入入ってさ、まあ、そのために時間がかかってて、あと、何、イナゴって、前回でさ、こう、ジュラシック、恐竜がさ、世界にね、逃げ出してさ、どんどん、いわゆるなんか繁殖していってさ、こう、世界はどうなるっていう、まあ、前作も正直ちょっと微妙だったけどね、最後のイアンのね、スピーチがね、最高に良かったからさ、あそこがすごい良かったから、俺は、あれ込みで好きなんだけど、前作。そっからどうなるかって言って、イナゴで世界が滅びるとか、なんか、食糧危機とか、ってなるだろ、お前。何よ、もうびっくりしたわ、マジで。エイリアン見に行ってさ、アンドロイドのサイコホラー見せられたような気分やったぞ、あれ。でもって、イナゴが原因でなんかあれでさ、なんかでどっかのなんか悪徳企業がなんかっていう話でさが原因かもしれないみたいな話でさ、でさ、でサトラ博士がさアランをね誘うのよ研究所に行ってサンプルを盗み出しましょう。お前らのやることじゃねえだろうっていう。そうなんだよな。アランとかね、まあ、ワンとスリー、割となんつうか、巻き込まれ型で入ってったからさ、別に。なんか、あいつらなんかこう、インディ・ジョーンズとか、そんなんじゃないからね。別にジェームズ・ボンドとかでもねえし、研究所にも侵入してサンプルを奪おうって、ってなった、正直。イナゴやで。なんだろう、なんかそこがまず全然乗り切れなかったな、その入りが。でもってね、俺やっぱりね俺ロストワールド好きなのね。人が食われまくるところは最高に好きなんだよね。たくさんねモブを連れてさ、恐竜ハンターしてさ、どんどんね、凄腕のハンターたちが食われたりとか、もうなんかもう、逃げまくっても狩られまくるみたいな。ああいうのが好きなんだけどね、今回ね、正直ね、モブ全然いねえからさ、あんまり食われもしねえんだわ、正直。だからそこでさ、俺のなんか楽しみはそんななかったんだよな。悪いやつ。まあ、いるわけよ、悪いやつは。悪いやついるんだけどさ、まあ一人勝手になんか画面外で食われるみたいな。それもなんか俺的に乗り切れねえみたいな。またお前がやかよ、みたいな。正直もう。お前いいよ、お前はってもう。お前、ま、なんだったっけ、なんか襟巻きトカゲみたいな。あいつが。もういいよって俺はなんか乗り切れなかった。本当に乗り切れなかったな。まあ、いやー、
まあ、ジュラシックワールドは、俺は、あの、一番最初のジュラシックワールドが一番楽しめた。クソな顧客どもが襲われまくるシーンとか最高だった。クソ客ってわけじゃないけどね。なんか楽しみになんかテーマパークにやってきた客が襲われるっていうのは最高やなと思ってた。それ以外はもうなんだろうね。まあ、微妙に尽きたね。炎の王国も、新たな支配者も。俺的にはいまいちだったね。ギガノトサウルスも正直な、あれもなんかかわ そんななんか最後にさ、なんか引っ張るようなやつでもねえだろみたいな。ダメだ、もう全然乗り切れなかったこの映画。本当に本当に期待外れと言うしかなかった俺は、正直この映画。